Thank you.
昨日花善さんっていう秋田の老舗の駅弁のお弁当屋さんのお仕事をさせていただきました。秋田の奥羽本線で70年前からこの鶏めしを販売しているそうなんですね。この鶏もも肉の甘煮がめちゃめちゃ美味しい。ギャフトリオンのホール2で駅弁を6ヶ月間半年間販売できることになったみたいなので、ギャフトリオン使う人は駅弁買ってみてね。駅弁といえばね、日本の郷土料理といってももうおかしくないぐらいの知名度だと思うので、なんか日本のものを紹介できる仕事に携われてよかったなと思っております。いやー、森で食べる駅弁もうまいよ。駅弁買って森で食べるのもいいかもね。